まあ僕もリュウジさんに、あのー、キャプテンを指名されてやらせてもらいましたけどまだ、あのー、物足りない部分もあった中でキャ,プキャプテンという役職をになったことで自分として成長させてもらいましたし、まあ、より一層、ね、このチームで勝ちたいっていうチー,ムのにチームに対する気持ちっていうのも高くなっていきましたね。はい、うーんまあでも どうですかね、いろいろ試合とかもあるんですけどチームとしてね、あのコロナで厳しい時に、あに選手で話し合って、まあ、給料の一部を返納したことだったり、まあ、チームを助けるためにね、チーム、選手が一丸となって動いたっていうのは僕の中では印象的だったなという,ふうに思います。はい そうですねでも今まで通りやればいいかなと思います彼は、ね、あの持って生まれたあの人を引きつける、ね、魅力っていうのもありますしそれに、まあ、自然と、ね、みんなが拓磨の周りに集まるような、うんうん、雰囲気も持っていますし本当に彼が、ね、いるとチームが、ね、元気になるっていうイメージもありますから本当に、ね、くまらしくチームを活気づけるような、ね、キャプテンそして気持ちを前、ね、面に出していくようないい部分もありますから。 まあそこを思い切って、ね、何も考えることなく、まあ、僕の後とかね特別考えることなくたくまらしくキャプテンを務めていってもらいたいなと思います、はいまあ、今シーズンも、あのー、自分たちは、ね、目標に向かってあの一歩ずつ前進していきたいと思いますもちろんサポーターの皆さんの声援だったりサポートがないとそれは成し遂げられないと思ってますしそのサポートを、ね、受けながら自分たちはピッチでね あの結果を出していけるように努力していきたいと思いますので今シーズンも応援よろししくお願いします1、まあ、人の戦力として、ね、あのチームにピッチに立って貢献したいと思いますし、まあ、年齢も上がってきてベテランの域に達してますからチームに還元するしなきゃいけないことも多いと思うので、まあ、そこをやりながら自分とし選手としても輝けるようにやりたいなというふうに思います。